この身の形をですね見ていただこうということで、展示してるんですけども、これあの、よいしょ、ですね、こういう変わった形の身ができます。でこの形にちなんでですね、まあ、悪魔の爪というふうに呼ばれてるんですけども、植物の種類としてはキバナの角ゴマというのがあの正式な名前です。で、あの名前の通りあのゴマの仲間に非常に近いんですけれども、まあ、これ角があるということで、角ゴマで、花が黄色いのでキバナの角ゴマと。でこの仲間はですね、2種類ぐらいしかないんですね。黄色いやつとそれからあのピンク色の花と。で花はですねゴマの花によく似てるんです。普通の花なんですけれども、その後でですねこういうあのマガタマ状のですね実が出てきます、できてきます。でこの実がですね熟すると、ここにですねちょうどその状態があるんですけれども、これがですねこうパカッと割れて中からこういうあの果実が出てきます。でこれが乾燥すると真ん中から2つにパカッと分かれてこういうふうに分かれるんですね。はい。でこの中に穴がありまして、ここからですね種がこぼれ落ちます。でこの、果実ですね、ちょっと先端ですねちょっと触ってみてください。ものすごく鋭いので、まあ、あの回しますので気をつけてね、かなり鋭いので気をつけて触っていただければと思うんですけども、毛がありまして、それにですね小さな虫がいっぱいこうくっつくんです。でそういう虫が捕まえられてるっていうことから、これひょっとしたら食虫植物じゃないかというふうなことが、言われてまして、で実際食虫植物であるための要件としては虫がまず捕まえられるということですね。で捕まえられたものが消化して植物に吸収されないと食虫植物とは言えないんですけれども、それを調べたところどうも吸収されている形跡があるらしいんですね。で最近ではこれも食虫植物だというふうなことを、が言われております。ただあの食虫植物といってもその、モウセンゴケとかウツボカズラのようにもっぱらその、自分の体を作るためにですね、虫を捕まえないといけないというほどではないので、これは自分で光合成してですね自分で栄養を作り出すことができます。まあ、ただそういうですね、面白い性質もあるということで、あります。キバナの角馬といいます。で、これご覧のようにですねこれで一株なんですね。で、